その思いが強すぎてこうあるべきとかこうしたいっていう、子どもたちとか若者たちに向けてもやっぱり孤立しちゃいけないっていうのもあったし、こう施設の職員さんも孤立させないってことが、一人の存在としてやっぱ認めて関わっていくってことがすごく大事で、こんにちは、映像作家、絵本作家のライトです。はい、今回僕一人なんですけども、今までずっとやりたかった企画をですね、今回やろうと思ってます。サムネイルを見て分かってるとは思うんですけども、児童養護施設の先生に聞いてみようという回の第1弾ということで、都内にある整備ホームさんというところにお邪魔してきました。そこで25年ほど勤務されている職員さんの平沢先生にちょっとお話をですね、聞かせていただきました。整備ホームは都内でもかなり大きな施設になってまして、一時期は160人ほど児童がいたそうなんですけども、昔は退社制だったんですけども、現在は小規模化に向けて改装中になってますね。今回撮影させていただいたのは法人型のファミリーホームで、2018年にね完成したばかりのピカピカのとっても綺麗な施設でした。平沢先生曰く、こう日本一の環境だよってね、胸を張っておっしゃってたんですけども、本当に明るくて開放的で清潔感のある、もう子供たちが安心して過ごせる本当に理想的な場所だなって僕も思いました。2021年には本体施設の工事も終わって、もう本当にガラッとね環境が変わるっていうふうにおっしゃってました。はい、そんな素敵な場所にお邪魔してのインタビューです。ではどうぞ。学生の時にこの整備ホームにですね、ボランティアに、来るきっかけがあって、その時にある男の子にまた来てねって言ってくれたので、また次の週に行ったらですね、すごく喜んでくれたんですね。自分が必要とされるというか、自分がいることを喜んでくれる人がいるっていうのは、すごくその時には経験したことないような充実感みたいなのをそのボランティアとして感じて、人のためにこう働ける仕事ってすごく魅力を感じて、この養護施設の職員を選びました。でもなんか昔を振り返ると、なんか申し訳ないようなこう関わりをしてしまったというか、なんか本当に卒園した子と話をすると、こっちは申し訳ない気持ちいっぱいなんですけど、向こうはなんか感謝の気持ちで話してくれると、本当にごめんなさいみたいなことがいっぱいあるんですけど、そういった話をする機会が、なんかこういう仕事につけてよかったなっていう思える実感だったりしますね。年々やっぱりこう入所してくる子どもたちの抱える問題って深刻であり複雑であり、本当に根深いものを本当にそれぞれが背負っている状況で、環境を整えるとものすごく大事なことで、特にやっぱり一人一人がこうなんか自分の時間を確保できる空間であったり、人とのやっぱり距離を保つためにも個室って当然必要で、どの子にも個室を与えられるようにしているんですね。で、このファミリーホームも本当に綺麗な環境で、一人一人の生活が、まあ、守られて作られているところで、本当にこうお互いが気持ちよく生活できる状況が整ってきているのかなと思います。ね、個室をさっき、ね、見せていただいて、なんかもう小学生の頃から一人一部屋というかすごいなと思うんですけど、なんか結構中高生とか、まあ、大きくなると一人部屋持てるように頑張るよみたいな、私の、まあ、住んでた頃ももう結構前にはなるんですけど、そんな形だったので、こうやってすごい一人ずつ自分のやっぱでもプライベート空間というかきちんとあるって、すごく当事者としての自分の視点からしてもすごく嬉しいなっていうふうに思いました。そうですね、私も入職した頃なんて、はい、10人15人が雑魚寝してましたから、そういう時代からすると本当に一人一人が大事にされているし、そうでないとちゃんとこう子どもたち一人一人を丁寧に支援していくって難しいし、やっぱり今までのようにね、本当にこう集団で決まった時間の中で枠の中で生活させるっていう時代ではないし、まあ、そういった一人一人が大切にされている状況が作られているとは思ってます。それこそ集団で生活をしている時代なんていうのは日課が決まってて、それをこう従えることが自分たちの役割みたいな感じで、やっぱりこう集団を動かすことが本当我々の役割として置き換わって、この決まったところまでにこれをさせるとか、決
決まったことをさせないとやっぱりこう一人前になれてないじゃないけど、そういったことがあった時代って振り返るとあったかなと思うんですけど、本当にこう若い時は情熱は今よりあったと思うんです。で本当に子供に対して一生懸命だったと思うし、それが子供のためになってたかっていうとちょっとそこは反省するところもいっぱいあるんですけど、とにかくがむしゃらに一生懸命やってるところはあって、そういう情熱はすごく大切なことだと思ってるんですけど、その思いが強すぎてこうあるべきとかこうしたいっていう子供を従いたくなるとなんかやりすぎてしまうというところでは、やっぱり一人の子供一人の存在としてやっぱ認めて関わっていくってことがすごく大事で、やっぱ伝えることは当然伝えるんですけど、そこに、まあ、答えを焦らず待つぐらいの姿勢で関わっていくことって大事かなと思うところが感じますね。あとは整備ホームの特徴に決まりはありませんっていうのをよく言ってるんですね。ルールとか規則で縛らない、例えば、文言とかもうちあんまりこう公に打ち出してなくて、こうある程度基準はあるんですけれど、子どもたちは本当にあなたが心配だから帰ってきてほしいんだよという関係性で子どもを育てていこうというところをうちは大切にしているので、それが一番大事だなというのは今感じていますね。昔だから従えることが、それこそ自分の役割としてあったんですけど、そうじゃなくて子どもと職員私たちのこう関係の中で子どもをこう善の方に向けていくっていうことが大切なことで、そこを今施設全体が取り組んでいるところですね。どの子も幸せになってほしいですよね、本当に。だから、まあ、どんな幸せっていうのはまあそれぞれあると思うんですけど、なんか本当に自分の生活を幸せだなって思える、人生が幸せだなって思える子になってほしいし、そういった幸せを感じられることに出会えることがどの子にもあるといいなと思ってます。充実して生活している子たちの多くはですね、なんか施設の育った者同士が仲良くしてですね、こうつながってくれてる同窓生だったり、まあ、先輩後輩であったり、施設で出会った子どもと同士がなんかお互いにこう支え合っている姿を見ると、まあ、我々じゃできないところをお互いにこう支え合って埋め合ってなんか高め合っているところを感じる時があるんですね。ですのでそういった仲間を大切にしてもらえることがいいのかなと思っているのと、施設を出て終わりではなくて出た後も本当に我々が必要とされる人になる、なりたいと思っていますし、そういった施設を目指していきたいと思って頑張ってます、はい。子供がね、まあ、孤立しちゃうのが一番、子供が社会で孤立していくってことは本当にこう、はい、防いでいきたいんですね、で本当にこう自分一人で生きていく力って必要なんですけど、やっぱり困った時に頼ってほしいし、頼れる仲間を、頼れる大人でも何でもいいんですけど、頼れるところを少しでも多く持ってもらえるといいのかなと思うと、卒園した子が皆さんがそれこそクローバーハウスとか ああいうところで対象者支援ですごく力を本当にいただいてるんですけど、ああいったところの支援者がこうもっと増えていくといいと思うし、社会がそういうふうになっていくといいのかなと思います、ね。なるほど、はい、卒園した後の居場所が、あの、ね、いろんなこう民間だったりこういろんな人の協力でそういう居場所が、あの、うちなんかはアフターケアを本当に力を入れてやっていこうというところでは、出た子も出た後もね、その同じように支援していけるようなところは必要なんですけど、やっぱり施設に行きにくい子とか、施設にはなかなか相談できない子も当然いるだろうし、っていうところでは寄り添ってくれるその組織であったり人が多くいるっていうのは、卒園した子たちを見ていく中では少し関心のきっかけになるかなと思いますね。あのやっぱり養護施設は人材の確保ってやっぱどこの施設も大変苦労されてるって聞くんですね。保育士不足の影響をやっぱり養護施設も受けています。大体あのここの大体でいいんですけど、整備ホームさんの職員さんの勤続年数的には皆さん結構長く勤められる傾向。そうですね、その長く勤められるような取り組みをここ数年やってきて、やっぱりこうすぐ辞めてしまうとか、やっぱりこう仕事にで一生懸命やって疲れて辞めていくような職員も多くいたりとか、本当に結婚と同時に辞めるようなまだ制度が整ってなかったりとかっていう時代もあったんですけど、その時代から比べるとかなりこう勤続年数は長くなってき
ていると思うのと、あと制度がねどんどん良くなっていて、人がどんどんこう雇えるようになって、その職員の定員が増えてるんですね。なので退職者以上に毎年毎年こうそれ以上の職員が入っているので、その若い職員非常に多くいます。ですので勤続年数は逆に下がってしまっているところはあるんですけど、定着率、その離職率はすごくこう良くなってきているということで、長く勤めている職員年々増えているというところですね。なんかその続けていく上で一番大切な点って先生的に何だと思いますか？職員を、ね、孤立させないとか、うん、っていうのはすごく大事だと思いますね。だからこういろんな問題に当たってもチームでこうその問題に、こう取り組んでいくとか、うん、一人に責任を負わせないでみんなが本当にこう一つの問題に取り組んでいく、でチームワークだったりそういう協力だったりというのがあると、長く勤められるきっかけになっていくのかなと思うんですけれど、はい、自分はこの養護施設、児童養護施設の仕事に出会えて本当に幸せだなと思ってるんですね。で本当に当たり前のことがこう幸せに感じるかって子供を通して感じるときがやっぱりあるので、こういう仕事に出会ったことに対してはものすごく感謝してるんですね。子供と出会ってその子たちと長く付き合えて、でその子たちそれぞれの人生に寄り添える仕事って本当に尊い仕事だなって思ってるんですね。そういったちっちゃいことしかできないことを積み重ねて、なんかいろんな仲間とその小さい力をこう合わせ合って大きな力にしていくっていうのはすごくやりがいだと思うので、そういったことができるような施設を作っていきたいなと思っています。はい、セミホームの平沢先生、そして関係者の皆さん、本当にありがとうございました。はい、印象的な言葉が本当にたくさんあったなって思います。中でも孤立させないっていうのはね、施設を出ていった子どもたちとか若者たちに向けてもやっぱり孤立しちゃいけないっていうのもあったし、施設の職員さんも孤立させないっていうことを言ってたのは本当にね大事なことなんだなって改めて感じたなと思いました。撮影後にですね、平沢先生がポロッとこぼした言葉だったんですけど、やっぱりこう施設を出てから連絡が取れなくなってしまう子たちがね、やっぱり少なからずいるっていうことで、そういった子たちをすごく心配してました。やっぱり孤立を防ぐっていうのはとっても難しくて本当に課題なんだなっていうのがひしひしとこう感じたなっていう印象でした。そしてもう一つ印象的だったのは、インタビューの中で平沢先生が昔はこう子どもたちをこういかにこう従わせるかっていうような、大人数の子どもたちをどういうふうに管理するかっていうような発想だったっていうのが、昔の子どもたちに対して今振り返るととても申し訳ないっていうふうなことを言っていたのがとてもなんか印象的だったなと思いました。はい、そしてですね、あくまで600以上ある施設の中の一つの例ということで、本当に全ての子どもたちがみんなの理想的な環境で過ごすことができたらいいなというふうに思いました。はい、そして今後もですね、施設の職員さんとか、里親さんとか、または元里子の、若者ですとか、児童養護施設出身の若者にもぜひインタビューしたいと思ってますので、我こそはという方はぜひぜひご連絡いただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、では今日はここまでになります。ではまた次回もお楽しみに。バイバーイ。